最初に文学作品で面白いなと思ったのはどういう小説でした？でもそれは覚えてないけども、翻訳小説が面白かったですね。だけど難しいものはわからないから、はい、でも女の一生とかそうだね、面白かったですよ。あそれは当時徳島でそういう翻訳小説とかを手に入れることは比較的容易だったんですか？岩根文庫が、ね、あります、はいはい、その今の若い人たちは本読まないのは当たり前でしょ。だけど、ね、その頃は、ね、本を読まない男の子なんて女の子相手にしなかった。だからね、あのデートなんて言葉ないけどね、はい、相引きするときはねその時は男の子はみんなねポケットにね読まないのにね岩波文庫の哲学書入れてくるんですよ、そしたら女学生はね、あこの子はいいなと思ってね、それで仲良くなった。そんな感じでしたよ。だからあの本っていうのはもうなんか楽しみがないですからね、はいはい、映画を見ちゃいけないとかね、はい、なんだ音楽は見ちゃいけないとか、もう何でも言っちゃいけない言っちゃいけないでしたからね、の本を読むってことはとてもね、あのもう唯一の快楽だった。ご家族ではお姉さん以外にご両親も本は読まれたんですか？いやいや、もううちはもうあの父親も母親も没落家族の末ですからね。だから父親もね3歳の時に父のお父さん、私だったらおじいさんになったる人ね、はい、その人がねあの和三盆ね、はい、あの讃岐の人ですからね、はい、和三盆の製造のこう村があったね、はい、そこ の一番長でね、その、うん、あの偉かったんでしょ。ところが、ね、飲む使うを番頭に教えられてね、それでのあのあの田舎にほらずっと行くあの芝居があるでしょ、はいはい、こうずっとなんていうんですかね、その芝居がね女芝居が来たんですって、はい、だその座長にねもう一目で惚れてしまってね、その芝居にねついてね家出しちゃったんですよ。だからねちょっとその血を受けてんじゃないの。それでねもうその和三盆も潰れるしね、バントに取られるしね、はい、それからおばあちゃんのところには父男の子が3人と女の子1人ね、子供残されて、だから残されたおばあちゃん苦労したらしいですよ。だから父親は小学校、その時小学校5年だったんですって、はい、だから小学校5年行ってね、それでもすぐ成績が良かっただけども、うん、もうすぐあの隣県の徳島の、はあ、その指物職人のところへ奉公にやられた。だからあの本なんかほとんど読まない、キングとか高男子クラブとかそんなに読まない。母親はねやっぱりねあの本が好きでね、うん、それもあの13の時に母親が死んじゃって、それで、うん、そのあの長女でしたからね、うん、あの弟や妹がうじゃうじゃって言ったらその世話してね、うんうん、あのかわいそうだったんですけどね。でもおばに言わしたらね、その母の妹、ね、うん、のおばに言わしたらね、もう姉さんね貸し本屋が来るんですって言いながらね、貸し本屋はねその必ずうちへ寄るのは母が買うからですって。それでね毎日もうね寝っ転がってね、一番日当たりのいいね風の通るね座敷に寝っ転がってね貸し本読んでたって、それはおばの原因ですけどね、それ本当らしいね。じゃあそちらの血はちょっとこう受け継いでるんですね。そうですね、そうでね、だから平野さんのようにうちに本がなかったですよね。だけどもあのお友達にね、あの私は成績が良かったからクラスで1番でしょ、うん、で2番の子がいてね、それはねあの氷菓子の娘でね、はい、それであの家庭教師をつけてね、はい、それでやっと2番になるの。その子のうちその子のうちへ行ったらね、もうそのおばさんが女子大行っててね、でも本がね壁いっぱいあるんですよ。私もこれはいいと思ってね、で仲良く無理になってね、それで毎日行ってね、私が全部読んでた。だから本に不自由しなかった。その書く方はどうと、何か書き始めたりしてたんでしょうか、小説とか、まあ短いものとか自分で書いたりはしてましたか、当時。もう将来小説家になりたいとかそういうことは考えました？それはね、小学校3年の時にね、あの先生がね、あのその名前書かないでいいからね、うん、その大きくなったら何になりたいかね、お書きなさいっていう時間があった、はい、そしてねこう発表するの名前がないからね、はいはい、先生があの読んだら、人で上医者になりたいとかね、はい、あの早く結婚したいとかね、はい、お母さんになりたいとか、いろんなそんなのがあって、はい、小説家になりたいのが一つあったんですよ、はい、そしたらみんなが私の方を見るの。だからね
だからそういう感じだったんですよね。あ、もうみんなからは、まあ、本読むのが好きで文章も上手でっていうふうに思われていて、うん、綴り方ね、綴り方って言ってます。それで、まあ、大学に進学されるわけですけど、当時その徳島から東京の大学に女子大に行くような人っていうのは周りにいたんですか？卒業生が200人、はい、その中でね 4,5 人ね、そのさらに勉強する人、はい、だいたい京都に 2,3 人とかにいて、東京、私の時東京行ったのは2人でしたね。で1人はその日本女子大、はい、で私は東京女子大。なぜまたその東京に行こうとその時に思われた？そのね、徳島の県立高等女学校っていうのも非常にね、はい、固い学校なんですよ、はい、汚い学校でね。でそこの壁にねもうとても綺麗なポスターが貼ってあったの。それがね、東京女子大のねチャペルのね写真なんですよ。でうわーって思ったらね、それ東京女子大のね、はい、その勧誘のポスターなのね、はい。でこんな学校があるならね、はい、行きたいと思ったんですよ。そのチャペルの写真でね。だからあれやっぱりポスターで聞くそれでそしたらね、数学の先生がね言って、私と係じゃないんですけど、ね、うん、あなた東京女子大に行きたいのって言って言ったから、うん、はい行きたいですって言ってね、どうして日本女子大にしないのってかね、調べたらね、日本女子大はね試験がないの、東京女子大はあるの、はい、でそれから奈良の旅行士っていうのが、はい、それも難しいのだから、ね、はい、もう旅行士はねなんか難しそうだしねそれ試験がないとか嫌だしね、だからちょっと試験があってやさそうな東京女子大がいいと思ったんですよ、それだけ。大学に行かれてからはその将来小説家になりたいっていう思いをもうちょっと具体的に考え始めてたんですか？そう、それで大学に行ったらそこでもう導入出しなんかあると思ってね、はいはい、東京女子大ってその一切ないの。あ、そうですか。もう本当にないんですよね。それでもう戦争がねだんだんとひどくなってきて、はい、いや世の中こう暗くなってんだけど、はい、あそこはそのね新渡戸さんで、はいはい、が作ったところで安井哲さんが学長ですから、ね、はい、本当に明るいんですよ。でみんなね袖の長いね着物着てね派手でね、もうチャラチャラしてるの何にも、もう本当に、ね、戦争のあれがないんですよね。だからまあそこでそれで文学ねそんなのあるかなと思ったらね、何にもないのだからねええと思ってね、それでもうただ自分で本を読んでただけ。本を読んでその時ももう小説を書く、いくつか終作みたいなのが書いたりされたんですか？いやな、もう そこまでねまだだって書き方も知らなかったからね。ただねやっぱりその東京へ行ったらね、私程度にねできる子はもういっぱいいるでしょ。だから最初先生がねもう落っこちるから予備校に行けって言ってね、渋谷に予備校があってそこ行ったんですよ。もう先生の言うことは何もわからないの、難しくて英語や数学さっぱりわからない。だからもうこれもう落ちると思ってね、それでもうまあ遊んでやれと思ってでみんなの話だけ聞いてたんですよ。でもみんないろいろ苦労してて、あそこもダメだと思ったからね、もうその試験に行ってきたなんてみんなに言わないで、もう おとなしくてそうしたらね入ったんですよね、はい、それではこれは良かったと思ってそれで行ったぐらいですからね。そんな自分がそのね小説家になるなんて思ったのそれは大きなもうね間違いだってことを思いましたね。あ、それで世の中にはね もっともっとできる子がいてね、それで私なんかはそのね小説家なんかとてもなれないと最初思った。だけどね女子大でも作文があるんですよ、はいはい、そしたらね他のことはできないんだけどね作文だけは私が一番良かったの。それでね先生がこの読んでくれると、やっぱりね作文はいいんだなと思ってね、この道だけだなと思った。あ、そうです。改めてその年代を見ると1943年に、まあ、21歳で結婚されて北京に行かれてるんですけど、もう本当に第二次大戦の末期ですけど北京に行くってことには不安はなかったんですか？いやもうねとにかくもう日本にいたくなかったの。なんとなくその雰囲気がね、はい、もう戦争中だけど嘘ばっかりね言ってますけどね、はいはいはい、それで負けてるのに提灯行列とかしてるね、はいはいはい、そういう時期だからね、うん、それなんとなく分かってたし、ね、うん、もう日本はもう嫌だと思ったのね、うん、ただ空襲になるなんてことは想像できないからね、はい、
ただもうこのもうなんか煮詰まったようなね重苦しいね、うん、日本にいたくないと思ったんですね、うんうんうん、で今から思うとねよく家族をねと別れてね、はいはい、そんな北京なんて行く気だったと思うんですけどね、うんうん、なんかね平気だったの。それもご両親は特に反対はされなかった。うちのねあのおじが母の弟がねあの早くからあの満州ハルピンに行ってね、はい、それでなんか事業してね、はあ、ちょっとあの成功してたんです、うん、だからしょっちゅうそのねあの母なんかもハルピンに行くの平気だったのね、はあ、それでそのおばが死んだもんですからね、はい、子供もいっぱい残してたから母しばらくハルピンに行って子供面倒見たり、はい、で父親もあの面白がってハルピン行ってね、うん、仕事したりしてたんですよ。だからねなんかその外国って言ったってあの時はもうその辺しかないでしょ、はいはい、だからそっち行くとみんなが平気だったの。それでまあ終戦を北京で迎えられて、まあ、帰国された後、まあ、実は空襲でお母様が亡くなられたというような話をがありまして、あのまあ夫の教え子という人と、まあ、不倫の関係になり、子供を残して家を出たということになってますけども、小説と方法にかあの稚拙な、ね、恋って書いてあるけど、ね、稚拙あの幼い、ね、はいね、つまらない、ね、稚拙な恋、はい、本当に稚拙な恋でしたよね。もう一方でやっぱりどうしても小説家になりたいって思いがあの時に強くて、自分は小説家にならなければいけなかったんだということを話されてました。いけなかったじゃなくてね、もうなりたかったね本当に。だからなれるかどうかはね分からなかったけど、うん、あのうちの母はね母国語で死んでますけどね、はい、あの必ず私は小説家になると思って死んでるの。うん、母はねそう信じてた。うん、もう父はもう全くなれないと思って、ね、うん、もうだからあの疑ってそのまま死にましたけどね、かわいそうです。母はね今の私を見てもホラホラって感じで。うん